6時ぐらいに寝てなんかうるせえなと思った。ぐらいやろ。私は7時40分に小学生の見守りに出るときに外に出たら、あの2軒のうちがこう傾いてたんですよね。ほんで、あれやな、怖いなって言うて、ここの方と喋ってる間に落ちた。あって今。喋ってる間は2、3分と思いますよ。それで、あの土煙とともに崩れ、もうなくなりましたわな、跡形なく。映画みたいやったよ、ほんまに。